YouTube 版釣り場ナビをご視聴いただきありがとうございます。今回は、里浜漁港をご紹介いたします。釣り場の概要、里浜漁港は、京都府宮津市の国道178号線沿いにあり、海水の透明度が非常に高いことで知られる釣りスポットです。この漁港の特徴は、美しい自然環境と敷地が整備されており、初心者からベテランまで幅広い釣り人に親しまれています。漁港内の堤防は、左右に広がる形で、特に船揚げ場付近は水深が急激に深くなるところもあるので、根魚やアオリイカを狙う釣り人にとって高ポイントとなっています。漁港周辺の海底は過去に海水浴場も隣接されていたため、今でも砂地が多く、キスやヒラメなどの魚種が生息しているため、釣果が期待できるエリアとなっています。また波が穏やかで、足場も比較的安定しているため、家族連れや初心者にも安心して釣りを楽しんでいただけます。一方で、北側にある大きな防波堤では外向きの釣りが禁止されているのでご注意ください。駐車場は漁港管理者により整備されており、1日500円の清掃協力金を支払うことで利用できます。駐車場は漁港内にあり、横断歩道横に入り口があります。また清掃協力金を支払うことで、併設されたトイレも使用可能なので、女性や子供たちも安心して釣りを楽しめます。さらに、漁港内には防犯カメラが設置されており、不法駐車や不審人物など警戒して監視されているので、安心して駐車できます。釣れる魚種、里浜漁港では、季節ごとに多種多様な魚種が釣れるため、年間を通して楽しむことができます。春から夏にかけては、漁港内外でキスやヒラメ、マゴチなどが狙え、漁港内や防波堤の先端付近でサリキ釣りが楽しめます。夏から秋にかけてはアジなどを追いかけてタチウオやサゴシ、ハマチやメジロなどの青物の回遊もあるので、それらを専門に狙うアングラーが集まる季節でもあります。秋から冬にはカレイやメバル、ガシラといった根魚が増え、寒い季節でも釣りの醍醐味を味わうことができます。またアオリイカの実績も高く、エギングや野猿を用いたアジの泳がせ釣りなどの釣法が楽しめます。里浜漁港周辺の地形と環境が多彩な魚種に適しているため、釣りのスタイルやターゲットに合わせた楽しみ方が可能です。ただし近年ではウニの増殖による海藻減少が問題視されており、釣り人に対して環境保全への配慮が呼びかけられています。大切な自然を守りつつ釣りを楽しんでください。里浜漁港でも安全対策として救命器具の着用を忘れず、釣り場を清潔に保つよう心がけましょう。ご興味のある方はぜひ一度訪れてみてください。詳細については概要欄に URL を記載していますので、釣り場ナビ公式ページもぜひご覧ください。これからもこのような釣り場を紹介していきますので、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。以上、YouTube 版釣り場ナビでした。ありがとうございました。